ワノ国を開国するんだ。すごくワクワクする島だね。鬼ヶ島と違って楽しそうだ。マリカブラウ、あちこちで海賊が暴れているみたいだ。光月おでんとして止めに行かないと。お、山オーバー、お前も一緒に遊ばねえか。ルービー、望むところじゃない。海軍に見つかるよ。敵を成敗するのもまた漫遊だね。ワノ国は僕の守り。おいて願えるか。逃がさぬ。断ち切れない。あんな海賊もいるのか。海は広いな。海賊はいなくなったけど、騒いだせいで海軍が集まってきそうだ。こういう時おでんなら。そうだ、手助け。これもまた漫遊。愉快にして珍妙な乗り物がいっぱい。いつか乗りたいな。ラリカブリコ、役者は揃った。やってるな。俺も参戦するよ。いちくしょう、僕はおでんだ。武器が次々と。びっくりな能力だね。いつもうまくいくとは限らねえ。船着き場がざわざわしているね。あっちにも海賊が。邪魔だな、排除しよう。しまった。下にはどんな顔が。気になってうずうずしちゃうよ。騒ぎすぎちゃったか。海賊たちが興奮してるみたいだ。うずうずしてきた。挑まずにはいられない。
おでんにも引けを取らない。うわ、海軍だ。遊んでる場合じゃなかったな。君たち自由なのはいいけど、さすがに暴れすぎだ。何をしようと俺の勝手。俺は海賊だから。君侍なのか。それにしては不思議な格好だけど。うるわ、覚悟はいいな。礼は言うぜ。金属がいっぱいくっついて厄介な能力だったな。また面白い海賊に会えたね。ってまた海軍が集まってきてる。ここは僕に任せてほしい。この強さはおでんにも引けを取らない。俺に任せておけ。すぐに終わらせてやる。ラムジヒョやっと出番だ。しまった、このままでは任務だ。なんで基地の近くに海賊が？気になるな。こうなったらやるしかないね。いてて。敵を成敗するのもまた蛮勇だね。この森は誰か隠れてる気配があるな。行ってみようか。安心しろ、カードは勝利を予言した。この剣で戦況を変えてみよう。敵の運勢も相当いいようだ。僕が守る。あれは刀なのかな。侍じゃないみたいだったけどね。敵を成敗するのもまた蛮勇だね。面白くねえ展開だな。
そんな気はしてたよ。でも僕の漫遊はこれからだ。ここまで来たらこの島丸ごと光月おでんが頂戴いたす。こっからが本当の勝負だ。なりかぶれ。この程度の敵に手こずってんのか。すぐ終わらせてやるから安心しな。なりかぶれ。ワノ国は僕が守る。邪魔するぞ。お前たちを野放しにはできねえからな。ラムジヒョウゴン。そうだキャン。強敵揃いだったが、おでんの漫遊は止められないぞ。ラムジヒョウゴン。海賊はもういないはずなのに、船着き場の方から強大な気配が。やもん、手加減なしで勝負だ。今度は遊びじゃねえ。疲れのよ、少しばかり加勢して死んぜよ。なりかぶれ。マホラバンヨッコ。ハッ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 ヨッコ。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 何人束になろうと、この光月おでん
遅れは取らぬ。よー行くぞ。決めろ。バケ、あとはお願いします。この強さはおでんにも引けを取らない。この地は光月おでんが奪った。僕はおでんだ。勝者は一人、この俺だ。悪そうだけど自由なやつだった。僕も負けていられないな。いろんなところを漫遊してきたけど、それだけでいいんだろうか。ヤモ、何してんだ。この国は君より僕の方がおでんだ。勝ってそれを証明してみせる。ナムジヒョーゴ。雷鳴ルフィ、やっぱり僕は光月おでんだ。心ゆくまで漫遊できた。もう僕は世間知らずじゃない。